日給館とは、天井館、戦績とも呼ばれ、朝廷において天井に出資する者の簡易生命を記載して常磐する日を示した館。日給とは、日々の出資者の出勤を確認し、その上日、上夜を集計することを指すが、その集計のために用いられる、表代わりになるのが日給館である。記録上の初見はの平親王の律大指寺であるが、 女官に対する二応傍官に関する記述は、官票ご遺会に見られるため、歌天皇の時代には存在したとされている。日球館は、木工寮が製作し、清涼殿の天井の間に設置されていた。長さ五尺三寸、上辺幅八寸、下辺幅七寸、厚さ六分の木製の館で、上中下の三段構成になっており、上から四位、五位、 六位の官人の官位氏名が書き込まれていた。午前に天井の間に掲げられ、午後に絹の袋に入れて、普段は缶の下に置かれている空椅に収められる。空椅に収められる前に出資の手続きをしなければ不算とみなされた。出資した者は、放紙と呼ばれる紙切れを自分の使命の元に貼り付け、そこに日付を書き、宿直担当者はさらに、うの文字。 奥を届け出ていたものは仮の文字、出資しなかったものは負の字を加えたの切り替えの基準となる。翌月の1日に、倉人が日休館に貼られたっぱなし紙を元にして集計した数字を天皇に報告する月相の儀式が行われた。京都御所の天井の間には、現在も安政年間に作成された日休館が設置されている。なお、 犯罪などを起こして、商店を止められると、使命がガから削られた。このため、商店を停止されることを除席と称された。ありがとうございます。